公にされていないが、すでに相当数の幹部が粛清されている。カンパニーといっても一枚岩じゃない。ここまで巨大化したんだ。その歪みが出てきているのかもしれない。噂ではラボと取締役会がバックでその勢力をしのぎ合っているという話だが。粛清された方も決して黙っていないだろう。多分数日中に大きな動きがあるだろうな。だとしたら動くのはアリス・イン・チェインズか。竜が相手なら相当な戦争ができるように、俺もいろいろと集めなければならないな。アリスの後に控える伝説の救いの手のエンブレムを拝めるかもしれないのだからな。それが女神か。そんな女神などゴルゴンだ。高博さん、おはようございます。どうなされました？いいえ、そんなことありませんよ。はい、結構調子がいいですよ。すごく気分もいいですしね。うん、そんなことありませんよ。今は本当に調子が良いのですよ。はい。またあの夢を見たのですよ。悲しい夢なのですが、でも今見たのは懐かしいような嬉しいような、そんな夢でした。そうですね、懐かしいというのはなんとなくそう感じたというだけで、はっきりと何かが懐かしいというわけではないのですよ。ただそれをリニアは知っているような、また知らないような、そんなことはありませんよ。だってその女の子はすごくちっちゃいのですもの。ミニアはアンドロイドだから小さい時の思い出なんかないじゃないですか。だからあれはリニアの記憶とかではないですよ。多分リニアの過去に関わるような夢ではないと思います。そこは風の吹く丘、どこか知らない、いいえ
もしかしたら知っている。どこか遠くの町外れ、小高い丘、そこから世界のすべてが見渡せる。そんなわけはないのですけど、幼い彼女にはそう感じてしまうのです。そこからは世界のすべてが見渡せる、そう誰かが教えてくれたような。だから女の子はそう信じているのです。女の子はその丘から、世界を見渡せる丘から何かを探すのです。女の子が大好きだったもの、多分それは女の子が大好きな人。丘の上、雲がすごい勢いで流されていく。雲が流される先、どこまでも遠く、そして青い彼方。突然わかるのです、もう彼女はそこにはいられないことを、もうそこから消えてなくならなければならないことを。女の子は悲しくなるのです。だってもう大好きな人に会えないのですから。探しているのにもう会えないのですから。女の子はそこで泣いているのです。すごく寂しくて泣いているのです。その時、胸で古い機械が時を刻んでいるのを感じるのです。チックタック、機械が時間を刻んでいくのです。チックタック、時を刻むたびに少しずつ女の子の悲しみが薄れていくのです。青きその先に消えていく女の子。でもその機械が時を刻むたびに、女の子の心が温かくなって、寂しさが消えていくのです。目が覚めたらウィニアも寂しくなくなっていて、あ、この前もそんなことをおっしゃっていましたよね。どんな夢ですか？夢って起きると忘れてしまいますからね。どうなされました？はい、thank you.
なんだよ、こんな夜遅く。なんだ、ジョーちゃんに何かあったのか。なんだかわからんが、わかった。いや、残念ながらダメだったな。相当無理してきたみたいだな、あいつは。破壊されてから飛んだ距離数がカウントされていたが、ここまで飛べたのが奇跡だな。あの大鷲はアンドロイドではないのだな。だろうな。破損した痛みはそのまま脳に送っていたようだ。相当苦しかっただろうな。あれは重要なデータを持っているのだろう。だからあんな思いまでしてここまで飛んできたんじゃねえのか。どうするんだ。脳内のデータはもちろんどうしようもないが、電子データは取り出せるぞ。あの鳥とは長かったのか。うん、わかった。10時頃に流通管理部の本部長が自宅で射殺されました。クーデターの疑いで連行しようとしたところ、抵抗したために射殺したとのことでちゅ。多分クーオン分子に対する挑発でちょうね。笑い事ではないでちゅ。本社は今回の一斉粛清は数年前から計画していたようでちゅ。ほとんどの不穏分子の動きはカンパニーの監視下にあると言って過言ではないでちゅ。わざと泳がせておいて罪を重くして、裁判なしでその場で射殺。まだ詳しいことはわからないでちゅが、かなりの数が粛清されていると聞くでちゅ。ここまで来たら最後まで守ってあげるでちゅよ。
所長？まさか所長は本当に自分の命で交渉する気でちゅか？ダメでちゅ！やつらの前に行けば所長は殺されまちゅ。所長を行かせるわけにはいきまちゅ。私だって独自に動いているでちゅ。もう少し時間があれば所長を救うことだってできるかもしれまちゅ。だから今は逃げてくだちゃい。でちゅが